4号艇青木浩太郎選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦を終えて納得の足になっていましたでしょうか。そうですね、今節で一番良かったと思います。うん、そうですね、展示タイムも前半レースに比べて、6秒83から6秒63と展示タイムも上がっていましたので、直線関係も良くなっていたような感じでしたか。そうですね、バランス取ろうと思ったら全体的に底上げできたと思います。では今のところ船足はもうバランス型という感じでしょうか。そうですね、バランス取れて上位だと思います。もう特に気になるところはないですか。特に気になるところはそうですね、もうちょっとスムーズになってくれたらなっていうところぐらいです。乗り心地はいかがですか。乗り心地もそうですね、もうちょっとスムーズになってくれたらなっていうぐらいです。明日何か調整作業はでは考えていますか。そうですね、気温と、そこら辺が毎日違うんで、はい、そこら辺の調整だけと思います。はい。またスタートですが、準優勝戦はコンマ09のスタートでした。これは勘通りいけましたか。そうですね、ちょっと一歩持てるんで0台はと思ったんですけど、はい、行けました。行けました。思い切って、はい。はい。明日もそのくらいを目指していきましょうか。そうですね。一定身から10の間ぐらいを狙って全速でいきたいです。はい、わかりました。また4号艇となりましたが、コースについてはどのように考えていますか。そうですね。角がいいですね。はい。はい。では最後に明日の優勝戦へ向け一言お願いします。はい、エンジンがいいんで、しっかりスタート決めて優勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。